はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回高校受験対策の確率シリーズ第7弾やっていきましょう。えー、問題4問ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますのでお待ちください。いくよ。よいしょ。 で、おーぴったりきたり今回さ、動画の最初にちょっと文章出たと思うんですよね。でまあ、今回は難易度が即優しめな確率問題になっているわけなんですがもしですねちょっと余裕のある方はこの問題コインのねコインを使った確率の問題って結構変化球というか問題を作りやすいんですよ。みんなでも絶対作れます、問題をだから自分だったらこういうふうに出すかもなとか。 こういう風に出題をしたらもっと難易度上がるよなみたいのを少し考えてみてください。それを考えることって学びを深めるのにすごく大事なことなので、まあ、もしね時間があったり余裕がある方はぜひよろしくお願いします。あ、コメント欄に書いてくれると自分も参考になるのでお願いします。では行きましょう。で今回は大きく上まあ、1,2番と3,4番に分かれていてコインを投げるコインの数が違うんですよね。上は3枚です。で下は4枚で投げていくんですけど。 今回のポイントはもうコインのの図でですすこれの書き方ですで、まあ、もちろん確率っていうのはサイコロもそうですけど樹形、えー、図じゃなくて表でやりたいという方もいるでしょうその方はいいです別に樹形図でやんなきゃダメだよなんてそんなことは思ってないのでただ樹形、えー、図をやるときはこうやるんだっていうのをぜひ覚えておいてくださいえ確率に関して一番出てくるのはサイコロです次はコインですねこいつです で、コインの樹形図っていうのは、もう特徴があって、まず丸ツを使います。丸ツです。で、丸を書くんですよ。こうやって。最初に。で、必ず枝が2本です。枝が2本。2> だから、枝を2本出して丸、丸ツと書いていきます。で、これ何を表してるかっていうと、コインっていうのは、当然はみんなも知ってる通り、表と裏がありますよね。ちょっと100円玉持ってきたんで、映るかな。 ありますね。表と裏。まあ、これはこっちが表っていうのかな。まあ、二つあると。だ二パターンしかないんですよ。表と裏の。で、もちろん樹形図に表と裏とか、音、うって書いても構わないんですけど、まあ、丸抜の方が時間取れない、取らなくていいかなって思ってる。漢字で書くのは絶対ダメ。表と裏は。時間取られるから。まあ、丸抜か、もしくは音、うって書いてみてください。で、これの意味はですね、ここのライン。これが1枚目です。ここで2枚目です。 だから、コインを2枚投げる時の樹形図だったら、ここで終わり。当然、終わりというか、×スタートの場合も書くんだよ。こうやって。丸○×って。これがコイン2枚の時の樹形図です。じゃあ、コインが3枚になったら、しつこいけど、枝は絶対に2本なの。バ×で。こうなる。で、同じようにこっちも丸、バ× これでコイン1枚、2枚、3枚っていう。だから上の問題に関しては、これが樹形図完了です。これで完成になります。でですね、まず、えっと、ま、樹形図を書く目的っていうのは、全部で何通りあるのっていう確率のだからほにゃらら分のの下ね。この全部の部分。この部分をまず把握するっていうのも大事。例えばこれだったらさ、1、2、3、4、5、6、7、8個あるから、 答えは絶対に8分ののになるのちなみにコイン3枚使う時っていうのは8分のですなぜかっていうと2 2 2だから1つが 2,、えっと、2通りでしょ表と裏のそれが3枚使ってるから 2×2×2 をして8になるだから別にこれは暗記してほしいの。 コイン3枚が8通りっていうのは。だから、その8分のが分かってれば、別に樹形図じゃなくて表でやっても構わないっていう話なんですけど、俺が樹形図の方が好きなんでね。なんでこっちでいきます。で、今、1が書いてあるのが1枚、2が1枚、4が1枚ですよね。で、例えば、ここが1も、えっと、1が出た時のあの、話、2が出た時の話、4が出た時の話ってやっても構わないんですけど、これちょっとね、ポイントがあって、今、1、2、4って数があるでしょ。 きいい数を左側に持ってきた方がいいですつまりこの一番左のラインは4の話真ん中が2の話でここが1の話例えばみんなのね学校で使ってたワークに絶対1問はあるんだけどコインを使って100円玉あまだ500円玉100円玉50円玉10円玉みたいなこの4枚を投げると で、表が出た、出た、えっ、ー、と、金額の合計が500円を超えてるものを、まあ、確率いくつかみたいなのも出てくるんですけど、そういう時も必ず左側に500、100って、大きい数を左側に設定するようにしてください。の方がミスが減ります。いいかなで、話を戻ると、まず1番。表と裏の出方は全部で何通りありますかって書いてあるので、全部で8通りでしょだから、まあ1番はね、 通りこれで終了で、えっと、2番が表が出たコインに書かれた数の和が4以上になる確率ですね例えば一番上のルートは全部丸なので 4+2+1 ってここ7なんですよ7次のルートは丸バ×だから 4+2+ で終わりかだから6バ×丸は足したら5みたいなでここ4だよね で、全部書き出して、えー、何個4以上あるかなって考えてもいいんですけど、これ実は4って結構楽な数字で、下さ、絶対に4超えないんだよね。なぜかって、4が×の時点で、こいつ使えないんだわ。2と1がさ、両方丸が出ても3で4超えないじゃんか。だから下は絶対ありえないんだよね、ここは。ってことは、上の。これは4つは満たしてるからさ、2番に関しては、全部で8通り。で、 該当するのが4通りあるから 8, ごめん8分の4で確率はね絶対に約分チェックをする二分の一となってこれで終了となりますだかなまあここまでは必須です絶対に解けるようにするここまではねで次4番4番じゃないごめん3番がコインが1枚増えるわけですよ で、ちなみにコインは4枚まで普通に出てきます出てくる受験ででえっ、ー、と一応書いとこうかこれコインがあ表でやりたい人もねいると思うのでコインが4枚になったら2をもう1回かけるので全部で16通りになりますだから下の問題っていうのは必ず16分のほにゃららと答えていく じゃあまあま樹形図をやっていきましょうという話なのでこれ1個2個3個じゃあ4個目割っていったらまた同じようにやるの。枝をちょっとめんどくさいかもしんないけどね2本ずつ出していくこうやって丸バツってだからこれを書くことを考えるとさ漢字の表と裏って使わない方がいいなって思うでしょこんだけ書いたら時間取られるからね。 で,これで,受験です完成ですです一番右数えたら12345678910123456で16通りちゃんとなってますねじゃあまず3番です、えー、あー待って数の設定しようか4が1枚なので一番左は42が2枚あるのでここは2ここも2にしましょうで1が1枚なんでここは1の話 1> ですで表が出たコインに書かれた数の和が4になる確率つまりピッ ぴっったり4ってことねまず16分のは書いておきましょうぴったり4探しますまあこれは地道に探すといいかなまず、あ、何だろう表として書き出しても全然楽なんですけど、えー、ここは例えば 4+2+2+1 なんで、えー、ここは98一応全部書いてみる ?7 間違ったらごめん6えっと○×○だから76かえーと。 5 4こんなな感じかなでまあここに4が1個出てきましたけどあともうこっちも一緒にやっちゃうかえー、っと54これね見せるんだよね <laughs> 不安になる32あってか丸○だから3210かこうだね、まあ、書き出しました全部ね。で4になってるのはこことここ2箇所なのでつまり16分の2。 約分を必ずして8分の1でこれで終了でございます。そんでもって4番が4以上ですね4より大きくなる確率なのでこれももう書いてあるからね1個2個345678910から10個全部でありますので16分の10そして約分をね必ずして8分の5これで 終了となりますこれがコインですいいかなで最初に質問した件なんですけど自分がもしね、えっと、これを難しくするまあ実際にあった受験の問題にもあった問題なんですけどえコイン今回、まあ、表、えっと、数字が、ね、表にしか書いてなくて裏には何も書いてないっていう問題でしたこれね裏にも数字書いててるる問題ってあるんだよね例えばえ「コインが3枚あります」と。えー、っとこうやって。 あ、これあれあねこっちが表でこっちがうららとしてください今回は12お前124って書いてない書いてない書いてないだったでしょ1書いてないからまあバツにしとこうか、えー、21って書いてある4マイナス1みたいなねこういうのもあります普通にでもえ難しそうって思うかもしれないけど樹形図書いちゃえばさ例えばえー、っと、ちょっと消していいかあいいか、えー、ここの右 ここだだけ見てください、今。ちょっと3枚でね話をするので、えー、4 2、1にして考えるんだけど例えば○○○だったらさっきと同じく 4+2+1 なんで7なんだよね。でここはどうなるかっていうと 4+2+ あここはねえわバスター関係ないんだこっちだね。えっ、ー、と 4+ こう4だから裏っていうのが2の裏なんで1カウントになる。 だから4「4+1+1」1でここは「6」ですよみたいな樹形図を書いてしまえば何も問題ないんだよね。×が裏の数字に対応するようだけで解くことができるのでもしねこういう問題が出てきた今回はねあんなかったですけどこういうふうに裏にも数字が違う数字が書いてあるみたいな問題が出てきた時もこの樹形図をしっかり書いてやっていく。いいかな対応してもらえたらと思います。 しつこいですけどコインの樹形図は丸と×もしくは「お」と「う」を使って書いてください。で必ず枝が2本です。枝が2本いいで書き終わったらその使う、まあ、421でしたけどそれをおっきな数字をできるだけ左側からスタートして4214の話2の話1の話っていうのを決めてあとはチェックしていくいい。安全にチェックしていけば解くことができますのでぜひねこんな感じでやってみてください。では 今回はね、高校受験対策の確立シリーズ第7弾やらせていただきました。今回の動画、違う、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。